カカること、クラウデミール・ジェロニモ・バレットは、ブラジル・サンパウロ州産と、アンドレ出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。ポジションはフォワード。2009年2月に、ドイツ国籍を取得し、同年5月の中国との親善試合で、ドイツ代表デビュー、2010年に2010フィファ、ワールドカップに出場した。1994年から1997年には、 S.E. パルメ m ラスの下部組織に、その後は、モギ、ダス・クルーゼスの下部組織に在籍した。ドイツで所属した、最初のクラブはキューブ相当のリーグに所属する S.V. トゥルク・ギュージュ・ミュンヘンで、その後 1FC ニュルンベルクのリザーブチームに移った。リザーブチームでの活躍が認められ、2001年11月18日のハンザ・ロストック戦でトップチームデビューすると、 12月8日のバイヤーレバー空前戦で初得点した。2001から02シーズンは17試合出場6得点で終えたが、2002から03シーズンは27試合に出場して2得点にとどまり、クラブはスバイテリーが降格となった。2003年に1月に VFB シュトットガルトへの移籍が内定し、同年夏に移籍した。2003から04シーズンは、 UEFA チャンピオンズリーグ4試合に出場した。2004から05シーズンはリーグ戦で12得点し、チーム2位の得点数を記録した。UEFA カップでは1回戦のルイペシと FC 戦で2試合連続に得点を記録し、グループリーグ初戦の KS ベベレン戦でも2得点するなど、8試合すべてにフル出場して7得点を挙げた。 2005から06シーズンは不本意なシーズンとなり、リーグ戦では4得点に終わったが、2006から07シーズンは鍵となる選手の一人となり、チーム2位の13得点を挙げて、リーグ優勝に貢献した。特に、バイエル・ミューンヘン戦での2得点、VFL 防腐無戦での決勝点など、シーズン終盤に重要な得点を挙げて、大活躍した。 このシーズンの DFB ポカールでは6試合で5得点し、ボーフム、ヘルタ・ベルリン、VFL ・ボルフスブルクなどを破って決勝に進出した。決勝のフルスイチ、FC、ニュルンベルク戦では20分に先制点を挙げたが、得点の11分後にレッドカードを受けて退場処分となり、延長戦の末に2から3で破れて、準優勝に終わった。カカアウェーでのニュルンベルクとのリーグ戦でも、 得点しているが、リーグ戦では、ホームアウェーでに連敗しており、同クラブには、シーズン3回目の敗戦となった。2007から08シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグで5試合に出場し、11月27日の、レンジャーズ FC 戦で、同点弾を決めた。リーグ戦では27試合に出場して9得点を、上げ、チームは6位でシーズンを終えた。 2008から09シーズンは24得点を決めた FW マリオホメスのパートナーとしてチーム2位の7得点を決めた特にマルクス・バビル監督就任後の活躍が一しかった2009から10シーズン前半戦はクラブの低迷に合わせて2得点と沈黙したが23節の 1FC ケルン戦で1試合4得点と爆発するとその試合から 最終節までの12試合で11得点し、順位を7位まで上げて UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2010年5月1日、クラブとの契約を2013年夏まで延長した。2011から12シーズンは序盤から好調を続け、2011年8月6日のシャルケレイオン戦ではヘディングシュートを決めて解消に貢献した。 2014年5月3日、契約満了により2013から14、シーズン限りで、シュトットガルトを退団することが発表された。8月11日、得点力不足を補い、成績不振のチームを救う存在として、セレッソ大阪に2015年6月までの契約で移籍した。9月23日の名古屋グランパス戦で、J リーグ初ゴールを決めるなど、 個人としては12試合5ゴールと一定の成績を残したが、チームの J に降格を救うことはできなかった。2015年6月9日、6月末日までの契約期間を前倒しして、セレッソ・大阪との契約を打ち切った。セレッソ対談後は未所属の期間が続いたが、2016年2月に降格の危機にあるセカンドチームを助けたいという理由で、 ドイツ三部に属するシュトゥットガルトのセカンドチームのシュトゥットガルト2でプレー同年10月に現役引退を発表した。ブラジル生まれであるが、ブラジル代表に招集されることはなかった。1999年からのドイツ在住歴が8年を超え、2009年2月にブラジルとの二重国籍という形でドイツ国籍を取得。同年5月19日。 ヨアヒム・レーブ監督によって、ドイツ代表への招集が発表され、5月29日の中国との親善試合で、マリオ・ゴメスとの交代で途中出場して、ドイツ代表初出場を果たした。4日後のアラブ首長国連邦戦には、ルーカス・ポドルスキに代わって、後半開始から出場し、ハットトリック達成となったゴメスの得点をアシストした。2010年5月13日、 マルタとの親善試合では代表初得点を含むにゴールを挙げ、クラブでの活躍などもあって 2010FIFA ワールドカップに出場するドイツ代表メンバーに名を連ねた。グループリーグ初戦のオーストラリア戦に途中出場し、投入直後にホルガー・バトシュトゥバーのアシストからダメ押しとなる4点目を挙げた。この試合の終盤には点灯がシミュレーションと判断されてイエローカードを受けた。 2戦目のセルビア戦は70分に、メスとエジルに代わって、途中出場し、3戦目のガーナ戦は1トップで、先発フル出場した。決勝トーナメント1回戦のイングランド戦、準々決勝のアルゼンチン戦、準決勝のスペイン戦は出番がなかったが、3位、決定戦のウルグアイ戦には1トップとして、先発出場して73分までプレーした。 UEFA ユーロ2012予選では、初戦のベルギー戦から第4戦のカザフスタン戦まで4試合連続で途中出場したが、予選中盤にはクラブでの不審から招集外となった。2011年8月には母国ブラジルとの親善試合に招集された。すでに本大会出場を決めた後の予選最終戦、ベルギー戦で再び途中出場したが、 予選では5試合出場を無得点に終わった。2012年2月29日、フランスとの親善試合で、チーム唯一の得点を挙げ、UEFA ユーロ2012本大会に向けての、ドイツ代表暫定メンバー27人に選ばれたが、5月28日に発表された23人の出場メンバーからは漏れた。兄弟のブラデミールもサッカー選手であり、パラナ・クルーベなどでプレーしている。 2009年はじめにドイツ国籍を取得して以来、VFB シュトゥットガルトやドイツ代表では、ヘルムートというニックネームで呼ばれている。シュトゥットガルトでチームメイトだったスイス代表のリュドビク、マニャンがドイツ人としてのカカウは、ドイツ人らしい名前を持つべきだとして名付けた。カカウはクリスチャンである。ありがとうございます。